めくりって言うんですけども、こうリアルにペラ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 めくれるようなものになっておりまして、ちょっと今こうスペックの方、グラフィックの方がこのパソコン自体が悪いんですけども、ちょっとカクカクしちゃってるんですけども、本当はスムーズにできます。でこういう細かな文字もクリック一つで拡大っていうのもできますし、閲覧よくすることができます。これどこら辺まで拡大できるんですか？段階的にはですね、いろいろあるんですけども、最大800% 拡大まで可能です。なるほど。段階的にも、段階的にもそのオーサリングの時に自由にできますよね。で、あと、普通にオバマっていう今検索してるんですけど、その時にダウンロードされてます。こういった時に、例えばここのオバマをクリックすると、そこのページに飛んでいただいてですね、どこのオバマっていうのも、ここの青い枠ですぐに囲むことができます。どこの位置かっていうのも分かるんですね。ハイライト機能っていうんですけど、このピンク色でどこにあるかっていうのもすぐできます。はい。機能としてあと切り取り機能、切り抜き機能っていうのがあるんですけども、例えばこの画像が欲しいって時にこういうの切り取って保存することができるんですけども、アプリケーションをクリックしていただいてアプリを立ち上げます。そうすると閲覧できるようになるので、横にスライドしていただくと次のページに進むような形になっています。でここをもうちょっと詳しく見たいというときはタップしていただくと拡大して読み進めていくことが可能になっています。でその他に目次みたいなのは見れるんですか？何ページある？ここに目次っていうのがあるので、目次を押していただくと該当のページに飛ばすっていうことも可能になっています。その他しおりであったりだとか、ヘルプ画面も表示させるっていうことが可能になっています。パラパラめくれていく感じではないんですよね？そうですね、弊社ではスピードの閲覧性っていうところを重視したので、今回このアップの時のスピードであるとかめくりの速さっていうのを重視して作っております。新規作成っていうボタンを押していただきます。でこちらの方ブックタイトルなんですが、今適当に入れていただきます。でこちら上記条件でブックを作成押していただきます。これがメインとなる作成のページになるんですが、PDF の読み込みっていうのがあるんですけども、他にも画像の読み込みですとか、あとは PDF ですね。こちらの方をクリックしていただいて、参照というボタンを押していただきます。これで、PDF を選んでいただいて開くというボタンを押してくる。そうですね、 PDF で、こちらページ範囲ですね、選択できまして、1から100、144枚の PDF があるんですけど、ちょっと今デモということで簡単に4ページを読み込んでいただいて、読み込みます。読み込み開始ってボタンを押していただいて OK。 データをデザインを一緒にこのテキスト情報っていうのも同時に読み込むっていうことが可能ですので、で読み込み開始っていうこともしていただきます。例えばなんですが、このページページに行ったんですけど、リンクの追加っていう機能がありまして、例えばリンクをつけたいっていう時にクリックしていただいて、範囲選択していただいて、例えば今この目次なんですけど、ページになってるんですけど、
内リンクっていうのもありまして、ページっていうのも設定していただいて、閉じる、これだけで簡単にできる。基本的な機能としてはこういったものを、まあ、随時付け足していくっていうような形になるんですけども、でまあ、あとは単純にビュアファイルフォーマットの書き出しっていうところで、まあ、どこに保存するかっていう場所ですね、デスクトップというふうにしています。で例えば拡大率2段階、3段階、4段階なんですけども、こちらの方ですね、パーセンテージも自分で合わせていただきます。あとまあ著作権保護機能ですとか、本の中央に鍵をつけるですとか、それだっていうことも簡単に可能ですね。あと印刷を可能するっていうのも、このチェックボックス、基本的にチェックボックス一つで簡単にできるっていう感じになっています。あとはもう出力開始っていうボタンを押していただければもう終わりです。